さあ変わっては今気になるトピックスを毎日お届け、京トピのコーナーです。今回は岡山市内で秋の収穫体験楽しんできましたよ。どうぞ。山々に囲まれてのどかな里山の景色が広がっています。岡山市の三津地区です。今日は秋の収穫体験が楽しめると聞いてこちらにやってきました。久保農園です。行ってきます。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は収穫体験いろいろさせてもらえると聞いたんですが、はいはい、今日はですね、まず柿狩り、はい、それと椎茸狩り、柚子狩り、こちらの方をご案内しようと思ってます。いろいろできるんですね、はい、ちなみにその場で食べたりなんかすることももうしていただいても結構です。はい、ということでまず向かったのはこちらの方が柿の圃場になります。あ、柿の木がたくさん、まあ、たわわに実がなってます ね、はい、そ う、 ですね、はい、うわ立派な。何本ぐらいあるんですか。30本ぐらいですね、はい、種類は大衆ですね。大きくて甘くてサクサクした実が特徴の大衆柿。それでは良さそうな柿をですね5玉取っていただきます。5玉、はい、で5玉取っていただいて550円というシステムになってます。そしたら ね、この色がいいと思いますよ、はい、これ。おお、じゃあこちらを取ってみます、うん、このここですね、ここを取っちゃっていいんですか。力がちょっといるかもしれない。あ、本当だ、結構力、うん、あ、取れた、はい、おお、立派な、はい、大衆柿、はい、こう吹いてるって白くなってるでしょ、はい、こういうのがあの新鮮な証拠になりますね。あ、そうなんですね、はい、林さんがせっかくなのでともぎたてを剥いてくれました。冬柿でいいわ。ちょっといいことです。あ、わー、ありがとうございます。田村さんと田村さんにも、まあ、いい子食べてみる。あ、スタッフにも、じゃあみんなでいただきます。うん、最高です。いける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 、うん、今年の柿の出来はいかがですか。あ、よかったですよ、よかった。表年と裏年っていうのがあって柿の場合はだからそれで表に当たってるんじゃないかな今年は。さあ続いては点在する久保農園の敷地の中でも山側にある林間ガーデンへ。では次は何の収穫体験でしょうか。はい、続いてはですね椎茸狩りですね。あ、原木椎茸。原木椎茸、はい、そう、こちらで収穫体験ができるのが原木椎茸。直売所で受付をしてから体験です。まずは取り方を教えてもらいます。下の方を持っていただいてこの首があるんで、うん、首をこういうふうにちょっとねじ曲げるようにしたら綺麗に取れますので。これ、お、取れた、取れない、あ、取れる、おー、取れました、取れました、はい、かわいい、なんか食べるのがそうですね、これにね、これをすぐ焼いてね醤油を垂らして食べると非常に美味しいと思います。あ、それ聞いたらやっぱり食べたくなっちゃう、はい、ありがとうございます。あ、ちょっとコツが分かってきた。コツ分かってきた、はい、だんだんねじってしまうね。取れた。あ、綺麗に取れた。綺麗に取れました。すっきり。見えてきましたよ。柚子狩り。柚子狩り。これ柚子狩りって、うん、結構年季入ってますけど看板。昔からやってたんですか。あ、昔から。次は柚子狩りとその前に柚子の手前にあるイチョウの木の下にあったのはあれです。銀杏取りもできるんですか。銀杏取りも自由にやっていただいてます。え、自由って無料です。ただ、はい、ただ取り放題です、はい、いいですか。いいです。これ柚子の木、この辺あるでしょ。これはまだ青い、うん、青い、青いけど青い時に取った方がいいかもしれない。この袋取り放題で330円になります。お一人玉330円。これね、あのトゲがあるんで、あの注意していただいた方が痛くないかもしれない。そうなんですか。トッキン。あ、おお、はい、かわいい。ユズってまたね、いろいろ使えますもんね。そうですね。はい、それこそ焼酎に入れたりとか。焼酎入れてね。はい。美味しいですよね。はい、美味しいですね。はい。モスとかあります。いや、あんまりないと思う。はい、お、ちょっといいですか、乗っけて、はい、お、どうでしょう。これでいっぱいになりましたね。いっぱいになりました、はい、
これでもこんなに、こんなに、はい、ね、はいはい、コツがあって、いや、いいですね。ちょっと焼酎飲みすぎちゃいますね、これね。はい、こちらの沢ではサワガニがいるということで、童心に帰ってサワガニを探したんですけれども、残念ながら見つけることができなかったんですね。ちょっと時間遅かった。そうそう、でもこちらに希望の応援、サワガニになれる。私の大好物が楽しんでますね。そうだね、林さんも一緒に。ちょっとずれてます。あ、ずれてるな、ちょっと。まあいいわ、大丈夫、大丈夫、いいわ、いいわ、はい、になりました。さあ、直売所にあるカフェでは、来れば収穫した椎茸を調理してくれました。椎茸を焼いていただきました。ありがとうございます。はい、焼きたて、いい香りがしてるんですよ。はい、じゃあこれに、お醤油を垂らして食べるんですか。そうですね、はい、お醤油で、お醤油で、はい、たまり醤油の使った椎茸、プリプリしてます。あ、そうですか、うん、はい、美味しい、はい、原木の椎茸はやっぱり香りが全然違うと思います。あ、はい、取り方を教えてもらって、はい、自分で取った椎茸だから、ね、はい、余計に美味しいっていうのもあるんですよね。ありますよね、うん、はい、椎茸の味とやっぱり環境に対して感動されるお客様、子供さんなんかもやっぱり喜んで食べられますよね。年齢を問わず楽しめる秋の味覚狩り、おすすめですよ。自分でなんかね、買って食べれるのがいいですよ ね、 ね、自分で買って、うん、なんかあれつけ農園で一緒に芋掘りしたのかな、どうして今回私誘った方が良かったですか。春川さん、もう芋掘りで収穫体験にはもうハマっちゃってますから。ハマってますからね。体験料込みであのお値段ですから ね、 ね、はい、いや本当にでもいろんな種類の味覚がありましたね。そうなんです。さらに11月からは毎週土曜日と日曜日10時から杵つき体験、はい、というのがあります。はい、杵つき餅をついて、やってみたいという方はね、誰でも参加できますので、うん、ぜひ体験してみてはいかがでしょうか。はい、おすすめです。以上、京都ピのコーナーでした。